最後のパフォーマンスを飾るのは空中パフォーマーピロさん。さまざまなダンスで培ったグルーヴと繊細な表現力を持ち、ドラマチックな展開のパフォーマンスに好評です。エアリアル、ポールダンスなど空中パフォーマンスを得意とし、美術館、屋久島自然公園、神社、水上など活動場所にとらわれず、ライブや演劇などさまざまなアーティストと共演、空間演出としてのダンスの可能性を広げています。さあということで、ピロさんにはエアリアル、エアリアル、はい、空中パフォーマンスですか。空中パフォーマンス、はい、もうこのね、レンゲ亭がもうピロさんのためにやるんじゃないかぐらい、もうすごいですよ。このシルクの、今からまあ見ていただけますけど、まあ、迫力とですね、吊り下げた布ですね、はい、吊り下げた布、ティッシュ、うん、ティッシュっていうんですか。今日はあの特別にハスの花のティッシュを、またね、粋ですね、はい、ピロさんも素敵ですよね。もう2年出ていただいて、3年目、もう本当に迫力とですね、美しさ、同時に見られますから、なかなか、あのしなやかな動きなんですが、はいはい、先ほどあのピロさんにお話を伺ったら、結構上半身の筋肉を使うそうなんですよ。ああ、そうでしょう。そうなんです。で、腕でこう、もう自分無理ですね。懸垂2回しかできないですからね。そうですよね。そうですよね。いやいや、私も難しいです。難しい、これだけ。はい。今日はこのレンゲ亭の高さが大体7メートルぐらいあるんですが、はい、こちらを使って、空中でのパフォーマンスとなるんですよ。もう見ていただいた方がいいですね、うん、そうですね、行きましょうか、行きますか。最後のアーティストですよ。はい、整ったようですので、それではピロさんのパフォーマンスです。どうぞ。